にちは、昨日ですね、このアクリルヤンのベージュでモチーフ編んでたじゃないですか。それを、この余ってたオーガンジーの生地でまたフリルを作って、ちょっと考えてることが あるって言ってたじゃないですか。それを少しちょっと形にしてみたんですよ。まだで全然出来上がりじゃないんですけど、こんな感じで今まだしつけてます。これですね、あのちょうどあの何でしたっけ、麻紐バッグのなんかあと何ですかね、透かし模様が多分目立ったら嫌だなって思って、内布を茶色のフェルトでしたバッグがあったと思うんですよ。それの余りが本当になんかちょうどよく、あのこの円の2枚分あったんですよね。半分にして円にしたら2枚、ちょうどこの2枚取れたんですよ。それでこの、 あのオーガンジーの生地をこう手であのギャザーっていうか入れてギュッて絞りながら1枚 あのこのフェルトにしつけて、そしてあの何ですか、また上から1枚かぶせてしつけて、そしてガーってミシンで縫ってるんですよね。でこのモチーフは今待ち針でちょっと留めてるだけなんですけど、これを今からちょっとね手縫いで縫って留めていきたいと思うんですけど、まあ、一応こんな感じでなんかかわいい、なんかこんな別に あれでもよくないですか、なんていうんですか、敷物っていうか、かわいくないですか、茶色。やっぱり合いますね、ベージュと合いますねっていうか、ベージュと茶色ブラウンがすごい合うなとか思って、これをちょっと留めていきます。裏からもう手縫いで目立たない感じで留めていきます。でもね、あのまだ出来上がりじゃないんですけど、なんとなくねイメージには近づいたかなっていう感じがするんですよ。まあ、あの完成してみないとですねわからないところがあるんですけど、とりあえずこれ止めていってみますね。これをね蓋部分にしたいなとか思ってるんですけど、うまくできるかどうかはちょっと微妙なんですけど、まだはっきりとは言えません。今日ほら湯沢屋さんに行くって言ってたじゃないですか。今お昼なんですけどまだ行ってないんですよ。夕方ちょっとあの用事があるので出かけるので、その時に一緒に行こうと思ってまだ楽しみをとってます。こんな感じでちょっとあの糸が目立たないようにフェルトと合わせていきます。これがねうまくいってくれたらいいんですけどね。こんな感じで縫っていきますね。後ろにね響かせたくないのでちょっと気をつけながらこの1枚のフェルトと縫い合わせていきたいので、裏側に響くと縫い目が出ちゃうので嫌なので、ちょっと慎重にこんな感じで縫っていきます。どうでしょう、できるかな。昨日ちょっと考えて、たまたま今日午前中あの旦那さんが連散歩連れて、雨がまだ降ってないんですよ。でももう降りそうな感じなんですけど、連れて行ってくれてあのシャンプーしてくれて、それで掃除とかも終わって、でオーガンジーの生地を出してきてですね、ちょっとやってみたらなかなか、あとフェルト出してきたらちょうどいい感じであったので、わこれできそう、今ちょっとこの蓋っていうかこの部分だけでもできそうだなと思って、昨日の夜はですねちょっとあの本体部分をね
どんな感じになるかなと思って編んだんですよ。少しだけ。後でまた見てくださいね。ちょっとここら辺まだ気をつけながら編んでるので長くなりそうなので、ちょっとまた軽く飛ばしますね。はい、やっと糸と針で縫い付けました。結構時間かかりました。バーってただこう縫っていくだけなのですぐ縫い付くかなとか思ったんですけど、後ろに響かないようにちょっと気をつけながら縫ったので、これフェルト2枚重ねなので1枚フェルト1枚にこう縫い付けた感じになるんですけど、最初のねあと形はこんな感じだったんですよ。写真しかないんですけれども、こういうふうにですね円を2つ作って、1つの円にシフォン、ごめんなさい、オーガンジーのフリルを縫い付けしつけてから、それから合わせて縫ってるんですよ。でこんな形になるんですけど、で出来上がりがこうですね。まあ可愛いです。これをなんかこんな感じで蓋にっていうかしたいなと思うんですけど、一応本体の部分を昨日少しだけ楕円底で編んでるんですよね。これでこんな感じで、今まだ全然途中なんですけど、何目、ごめんなさい、何目だったかな、20目鎖編みをして5段増し目をしながら楕円編んだんかな。そして細編みを多分2段ぐらい、1、2、3、4、5、細編み、普通の細編みを3段ぐらいもう増し目なしで編んで、今ちょっと模様編みを入れていってるんですよ。でこれちょっと編んでいきたいんですけど、多分これで糸は足りると思うんですよね。でまあショルダーの感じにしていこうかなとか思ってるんですけど、ちょっとまだね本当にできるかどうかはわからないけど、一応こんな感じで編み進めていこうかなと思ってます。なんかどうでしょうね、このオーガンジーが結構可愛かったので余ってる分を使いたかったんですよ。で結構長めにあと1回だけ今回だけ取れたので、まあちょっとフリルができるかなとか思って、あとなんかちょっと中途半端に残ってしまって、どうかな、これは何でき、ちょっと見てください、中途半端に残っちゃったんですよね。まあこれこのくらいだからね、こう切ってこう2枚切って両端を縫い合わせてもう1回ぐらいフリルが作れるかなとか思うんですけど、これ結構すごいなんか役に立ったっていう言い方おかしいですね。すごくなんかいい感じでなんかおし仕事をしてくれました。だからこれがなくなったらまた違う色でも編んでみたいです。本当に夏らしく、まあ今日また本当に湯沢屋さん行くのでと見てみて、そうですね、ブルーとかパープルとか、ピンクはちょっと甘々になるので、きなりとか、まあ、そこら辺ですかね。ちょっと見てみようかなとかも思うんですけど、思ってるだけですけど、とりあえずねこれを完成させないと。で革、フェイクレザーでショルダー紐はちょっと難しそうなので、長さ的に、だから今日ショルダー紐をちょっと買おうかなとか思うんですよ。簡易価格っていうのがあったので、それで買ってみようかな、ちょっと見てみようかなとかもいろいろ思ってます。とりあえず楽しみは楽しみなんですけど、なんか蒸し暑くて外に出るのめんどくさいのもあるんですけど、どうせ買い物もしないといけないし用事もあるのでね、だからちょっと行ってみようかなと思ってます。まあこんな感じで模様編みをあと少し編んでいって、ちょっと最後もここの最後、この段の最後まで編みますね。これ模様編みってただ細編み鎖編みのいつものなんですけど、普通の細編みだけよりもなんか
ね、いいじゃないですか。普通の細編みだけよりもちょっとした模様が出てね、だからちょっと見えるところだけ、蓋で隠れるとこはまた普通に細編みか中長編みでいこうかなと思ってるんですけど、このちょっと下の方とか見えるところだけでもしてみようかなと思ってやってます。で、ここが最後なので最初の頭に引き抜きます。に引き抜いてちょっと終わりますね。で、こんな感じで本体部分がちょっとガーッとできるので、これに、まあ、ここはこう折り曲げる感じになりますよね。ここでこうつけるから、全然ちょっと 足りないんですけど まあこんな感じかな。もうちょっとここがいるかな。こんな感じかな。こんな感じになるのかな。ちょっとまだ 本体部分がまだできてないのでよくわからないですが、こんな感じのショルダーができたらいいなとか、形的に今はこうやって自分でこうやって持ってしてるから、まあ形こう変えてこう綺麗な感じにできるんですけどね、本当のこうできた感じでつけた感じがまたどうなるかちょっとわからないので、とりあえずこういうイメージです。今作ってるのはこんな感じのイメージで作ってます。なんかこれをこの間のちょっと自分のアイデアをまたアレンジして、ちょっとモチーフをアレンジしました。蓋にアレンジしましたっていうか、まだできてないですけど、でこれにつけようかなと一応思ってます。あと今日ですね、フェルトを探す時に毛糸の入ってる、何ですか、カラーボックスを見たら、何年か前にですね、それこそ息子の翔太がなんか派遣でバイトをしてたんですよ、イベントの。でそこで福岡国際センターっていうところがあるんですけど、そこでなんかもうすっごい大きなハンドメイドマーケットっていうのがあって、そこのなんかバイトに入ってた時があったんですけど、私ハンドメイドも好きだ、そういうね、材料とか見るの好きだし、もう大好きな翔太がバイトしてるから見に行こうとか思って 行って、たまたまその時は持ち手とかもハンドルとかも買ったんですけど、もうそれは使ってしまったんですよ。でその時に買ってたこのなんか変わった糸を、この何ですか、プツプツのこの糸、ほんと糸ですよ、もう糸。このポンポンがついたみたいな、引き揃えて使う、どこから取っていいか分かんないからちょっとあんまり今扱いませんね 取る時にぐしゃぐしゃになるので、あとなんかこれもなんか引き揃えてるんですけど、こんな赤と白のこんな糸が出てきたので、これをですね、このちょっとかぶりますね、この赤のがま口にまた合わせて、これとこれ引き揃えて編んで、これでつけたいなとかちょっと今日思いました。糸が出てきたのでプツプツもあるし、なんかいろんな柄もあって可愛いかなとか思って、いいものがちょっと出てきたなと思って、これも この変なあれですけど、こんな感じでまた考えてます。今日はとりあえずこの本体をまた編み進めていって、まあ、内布とかもまたつけないといけないし、 D カンもつけないといけないじゃないですか、ショルダーだったら、ここね、ここに。だからまだちょっと明日はちょっとできないかもしれないんですけど、またできたらちょっと見てもらいたいので、今日はなんかもう簡単な動画になっちゃいましたけど、こんな感じで今から進めていきたいと思います。土日、明日はすごい日曜日雨が降るって福岡言ってました。まあ、毎度のことですけど、本当大雨とかに気をつけてください。土曜日と日曜日ですね。皆さん、楽しまれてください。お仕事の方はすいません。頑張ってください。もう、簡単な動画ですみません。一応今日の今してるところの進んだところまでと、こういうふうな感じでしたいって思ってるのをちょっとお伝えしたかったので、あとがま口のこの赤もなんとなくまた次の
作品にできそうだなと思ってご紹介しました。本当楽しみにしてますって言っていただいてる方、本当ありがとうございます。こういうふうに少しずつですけど、まあ頑張りますので、またよろしくお願いします。時間があるときはまた遊びに来てください。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。湯沢屋さん行ってきます。